主人公にあの美形キャラというか、やっぱり皆さん見たいんですよね、きっとね。少女漫画は本当にその美形キャラを求める人たちが多すぎて、描かれる方たちもかなりその美しさの追求しなきゃいけない部分結構大変だみたいな話も聞きますよね。ワン、ツー、スリー、まんべん。そのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた人気漫画家です。今回密着するのは青池康子さん。半世紀を超えるキャリアを持つ少女漫画界の巨匠です。代表作の一つ、エロイカより愛を込めて、見目麗しい男たちが世界を股にかけて活躍するスパイアクションです。かっこよさとコミカルな要素が絶妙にブレンドされたこの作品は1000万部を超える大ヒット。中でも絶大な人気を誇るキャラクターがこちら、クラウス・ハインツ・フォン・デン・エーベルバーハル。ご存知ですか？鉄のクラウス、ね、きらめくような王子様の世界のような少女漫画世界に突然と現れた武骨な男なんですけど、なぜあのような男が少女漫画界に現れたのか、今日それが明らかになるのではないかと。対談は青池さんの仕事場の近くにある撮影スタジオで行われました。どうも浦沢です。今日はお招きありがとうございます。一度お会いしてるの。そうです、ね、はい、手塚先生の時。そうですよね、よろしく。今日もありがとうございます。はい、それでは青池康子さんの創作の秘密に迫っていきます。自宅からほど近い 2DK のマンションが青池さんの仕事場。傍らの本棚を見せていただくと、目につくのはヨーロッパの資料。取材旅行で現地を訪れるたびに買い集めたそうです。中にはこんな本も。お、ちゃんとありますよ。ありがとうございます。今回青池さんのご好意で2回に分けて合計5日間の密着取材を行うことができました。仕事場に4台のカメラを設置し、執筆の邪魔にならないように撮影します。今取り組んでいるのはケルン死刑オド。6年前から書き続けている連作ミステリーです。主人公のオドは中世ドイツの治安役人。現在の警察官にあたり、さまざまな難事件の解明に挑んでいきます。30ページ分のネームはすでにできていて、撮影は下書きから。でもこれまで紹介してきた漫画家の中で一番ラフなネームかも。正直誰が誰だかよく分かりません。これから書くのはこのコマ。
主人公のオドが上司にやんわりと抗議するシーンです。すでに小回りを終え、当たりをつけた原稿に、製図用のシャーペンで下書き。自分が書いているところってこういうふうに見るのはあんまりないんじゃないですか。はい、初めて見ましたね。なんか難しい顔してますね。いや、漫画描くとき難しい顔になっちゃいますよね。あ、これ音ですね。そうです、この音で割と視聴者癒されてるんですよ。あ、癒されるんですか。ペンの音がね、癒されるらしいですよ。漫画家さんはそのあっち飛びこっち飛びっていう感じで書くのは結構多いですけど、青池さんはまた特にこっち書いたと思ったらこっち、こっち書いたと思ったらこっちですよね。ああ、やっぱりあっちこっち書いてバランス取ってるのかもしれないですね。そうですね、ん？何をしてるんだろう。あ、これこれ面白いですね。最初に匂い嗅いでるのかと思いましたよ。あ、そう、匂い嗅いでる風に見えた。そうそうかそう。視線の先には鏡、原稿を写して見ていたんだ。絵が歪んだりなんかするのを必ず鏡で確認して、でおかしいところを直すようにしてるんですよ。左右のバランスや目や口の開き具合、そのシーンにふさわしい表情に直していきます。書き直したのは髪型、顎の輪郭、そして襟の角度。本当に微妙な修正です。どこがどう違うんだろうって感じですよ。でも説得力のある顔になってますよね。続いてペン入れ。ミリペンで吹き出しから書いていきます。重線は顔の輪郭から、 G ペンでゆっくりと。でもこのペンタッチから何からがこのオドの真面目さを表現する、この実直なペンタッチっていうね、やっぱりありますよね。真面目な人を描いてるときはペンタッチも真面目みたいな。それは分かります。ありますよね、はいはい、あの手堅いっていうんですか。ですよね。あのミスをしないようにしようっていうか、はいはい、でも基本青池さんの作品に出てくるこの男たちはみんな真面目ですよね。そうですね。すごくなんかこう見習わなきゃいかんなっていうぐらいの真面目さがありますよね。そうですね、みんな真面目に職務に忠実で、うん、ここで下書きを消し始めました。あれ、顔の下書きまで。顔の中はなんとなくうっすらと残して、真っ白系にしちゃうとまたあの位置から考えなきゃいけなくなるので修正しながら描いてるんですよ。この段階で改めて下書き。
後に顔なんですね。そうです、最後に顔です。はあ、最後に顔って案外まんべんのシリーズの中で珍しいかもしれない。え、そうですか。はい。え、そしていつ顔描くんですか。みんなだいたい眉毛目みたいな感じでも入れてっちゃってみたいな、あの、まあ、下書きはもちろん入ってますけど、で輪郭最後の方みたいな感じ。あ、またまだ違う、まだ違うって、うん、本当にコンマ何ミリ、 0.0 何ミリの違いのところ、あの本当にこう口のこの位置がちょっとずれただけで全然変わっちゃいますからね。鏡のチェックも5回目。上司に抗議するオドの表情、ようやく OK に。最初の下書きと比べてみると、目と口の位置が下がって少し上目遣いになっています。顔のペン入れは丸ペンで。中身は丸ペンなんだ。あ、そうです。やっぱり D ペンよりは細い線で書いてますから。以前あのそれこそ70年代80年代のあれを見ると、もっとスッて入れてるように見えるんですけど。そうですね、やはりこういう感じになりました。はい、はい、あの指の力がなくなっちゃって、うんうん、スッと抜けなくなってるんですよ。だからこう重ねて描かないと一本の線にならなくなっちゃってるんですよね、うんうんうん、でもなんかね、この紡ぎ出すようにツッツッツッってやっているのが、なんか今のこれオドのキャラクターだったり、そういうものをに合ってるというか、この人にはこのペンタッチだよな、そうですかね、っていう感じがありますね、うん、確かに細かく重ねた線からオドの気持ちが浮かび上がってくるみたい。瞳も毅然と。さすが美形キャラです。最後に口元、僕は口を描くのが本当に苦手なんですよ、自分で。難しいですよ、やっぱり、あの賢さのある口にとったと、うん、なんかポカンとした口にとったと、はいはい、なんか危ういんですよね。危ういですね、本当そうですね。また見てる、うーん、なんか気になることばっかり見てますね。すごい兆候に入りましたね。そうですね、うん、まあ、全部消しちゃうんじゃないですか。でもなんかあるんですよね、原因究明をされてますね。しつこいんです。ほら消しますよ。この漫画家あるあるで、なんか怒りがこもってるんですよね。あちこちにホワイトを入れ、求める表情に近づけていきます。
実に10回目のチェック。ようやく納得できたみたい。主人公やっぱ緊張しますね。まあ慣れてはいるけど、その子がその子まで全然こう感情もなんか動きも違うんで、ハンコのように押せばいいんですけどね。髪の毛は筆ペンで。ちょっと薄墨っぽい筆ペンですよね、これね。いや、これは墨がなくなってるんですよ。へたってきてるんですかね。へたってる。でもそれがこの薄墨状態になってるのはとっても綺麗ですよね。これ印刷になると出ないですもんね。ベタになっちゃいますからね。あ、そうですね、うん、これこの状態で発表したいですよね。ほらこれで塗り重ねて濃淡も出ちゃってるし。下書きからペン入れまでこの一コマにかかった時間はおよそ1時間。少しだけ上目遣いに、でも毅然と上司と向き合う端正なオドの表情が出来上がりました。青池靖子さんは1948年、山口県下関市で7人兄弟の末っ子として生まれました。絵を描き始めたのは日本画が趣味だった父の影響だったといいます。中学生の時、姉と一緒に同郷の漫画家水野秀子さんが帰省の際訪ねます。その水野さんに作品を送ったことがきっかけで15歳という若さでデビューしたのですが、すごい辛い日々でした。初めて本に載ったのを見てちょっと絶望して。でずっと少年誌ばっかり読んでたんで、女の子が全然描けなくて。一番好きなのがね、望月美希也先生の武蔵なんです。今で言うと無国籍映画みたいな感じですかね。それがもうすっごいかっこよくて、もう真似ばっかりしてましたね、はい。望月美希也さんから来てるって。そうです、望月美希也さんってもう対極ですもんね。ああ、少女漫画の ね、うんうんうん、これは衝撃だよね。キラキラ少女漫画とは違う世界にいた人ですよね。そうです。その後地元の高校に通いながら出版社と専属契約を結び漫画を発表し続けます。しかし求められたのはいわゆる少女漫画。自分の好きなかっこいい漫画を描く機会はなかったといいます。最初の頃っていうのはやっぱり言われるがままに、そうですね、こう描きなさいとか、はいはい、漫画を描く作業的にやっていたってことですね。そうですね、いわゆる学園ラブコメとか、はいはい、純愛ものとか、はい、非常に正統的な、うん、少女漫画王道でしたもんね。はい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 。ヒット作にも恵まれず限界を感じ始めていた青池さんは一念発起してフリーに転身します。そして発表したのがイブの息子たちでした。主人公の3人組は大好きだったロックバンドエマーソン・レイク&パーマーをモデルにしました。大のロックファンだった青池さん、気に入ったミュージシャンを次々と作品に登場させていきます。すっごいかっこよかったですよし、やっぱ音楽が良かった。
音楽雑誌できらびやかで不良っぽいあの美青年たちがゾロ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 出てるんで、でやっぱり描きたいなと思います。自分の大好きなアーティストを思うように動かし、歴史上の人物まで乱入して巻き起こる大騒動、妄想を炸裂させ、青池さんが自由に描いたこの漫画は大ヒット。後から考えるとよく商業誌であんな悪ふざけを自分はやっていたなって思いました。なんかコミケってなんかね、自分の好きなもの、それこそ好きな漫画でもその二次創作とかいう、あそこってなんか好きなものの塊みたいに僕には見えるんですよ、ね、はい、好きなことをやって好きなものを好きなように描く、はい、でなんかコミケの前身がやっぱり当時青池さん世代がやられていたロックミュージシャンを登場させて描きたいみたいなあ、そういうものとなんかつながってる感じがあって、わかりました、わかりました、ありますよね、はい、その好きなものを好きなように描く、それが描いてて楽しい、でそれが読者も楽しくさせるっていう、その連鎖がなんかこの頃始まったような感じしますよね。そうですね。あ、でも密かにね、僕はあれはね革命だと思いますよ、うん、再び執筆の現場へ。青池さんの漫画に欠かせないのがおじさんのサブキャラです。今回の漫画にも細工職人のおじさんが登場します。おじさんたちがまあみんな可愛いですよねそうです、おじさん描くの好きですよ。いろんな表情が描けるですかね、うんうん、やっぱり美形キャラってどうしてもあんまり顔がそうです、ね、壊せないんですよ、はい、だからそれがちゃんと人間としての顔がやり放題ですもんね。そうです、描けるって、取材の中で青池さんのおじさんキャラ好きが垣間見える場面がありました。ネームでは主人公のオドだけだったこのコマ、下書きの段階でオドと職人のおじさんが会話するシーンに、おじさんと話すこのコマのオド、サラサラとペンが進み、なんだかリラックスしているみたい。あ、消しちゃった消した吹き出しの位置ですよね。直します、直します。青池さんの作品は吹き出しの数が多いから、それがどう配置されるかっていうこと。そうです、そうです、すごい気使いますね、でやっぱり絵が描きたいので、はい、できるだけ邪魔にならないところに吹き出しを置こうと思って、はいはい、いつの間にか細工職人のおじさんが正面向きになっていました。ネームではオドだけだったコマ、描いているうちにだんだんおじさんの存在感が大きくなっているような。人物のペン入れは終了、背景はアシスタントの仕事になります。背景とモブとあとは仕上げ、この2人で全部やってるんです。コロナじゃない場合はもうちょっと人数が増えたりします。一体どんな背景にするんだろう。
取り出したのはヨーロッパの住宅に関する専門書。原稿の上に別の紙を当てました。キャラクターの全身を描いてる。なんでだろう。これはアシスタントへの指示ですね、はい、どこから立ち上がりがあってっていうね、はい、はい、どういう場所に立っているのか。そうですそうです。でアシスタントはどうしてもコマの中でしか考えないんで。そうなんですよ。そうなんですよ。僕もこれいつもやるんですよ。外まで別紙に書く、よくそのまま出しちゃうと地面どこなんだよみたいな話になっちゃうんですよね。読むときには何秒か目が止まるだけの小さなコマ。中世のドイツに実際あったような木造の家の入り口が書き加えられました。作品のリアリティはこんな風に生まれているんですね。1976年、青池さんは念願のアクション漫画を発表します。それがエロイカより愛を込めて。主人公は美術品専門の泥棒、怪盗エロイカことグローリア伯爵。そのモデルは青池さんが大好きなレッド・ゼッペリンのボーカル、ロバート・プラントです。伯爵の仲間もゼッペリンのメンバーをモデルにするという徹底ぶり。レッド・ゼッペリンの存在はやっぱり相当あれですね、じゃあ青池さんにとっては大きかったですね。大きいですね、やっぱり、あの、うん、美意識としても、はい、あれは最高でした、ね、ですよね。やっぱりこのブワーっていう、あの、ロバート・プラントのあの美しさったらないですからね。最高でしたね、その敵役として登場したのが NATO 情報部、あのエーベル・バッハ少佐です。特定のモデルはなく、職務に忠実な堅物の軍人にしました。何から何まで対照的な濃い二人が物語を動かしていきます。黒髪のキャラクターを出したいっていう感じで少佐が出たら、これがもうハマってしまって、すっごい面白かったですよ、書くとき言いたい放題、やりたい放題で、時に協力し、大抵はぶつかる二人。そのやり取りが生むおかしさはたちまち大評判。これまで少女漫画を敬遠してきた男性たちにも読まれるようになります。気がつくと武骨でこわもてなエーベル・バッハ少佐が一番人気に。職務に忠実で、綺麗好きで、真っ当に生きるっていう、それで貴様ら何やってるんだってなってるわけじゃないですか。その度が過ぎた真面目なんですよね。度が過ぎたね。あのエーベル・バッハ少佐のあの言葉遣いとかも、あの、鬱陶しいみたいな感じの、あれって後にいわゆるオタク世界のところで割とああいう侍言葉、男言葉みたいなのが定着しますけど、なんかすごく先駆けだったような気がするんですよね。ああ、そうかもしれないですね。ですよね。いわゆる親父言葉っていうか、親父言葉ですよね。軍人言葉っていうか、ね、ですよね。それ考えると何気なくやっていたことがすごくなんか後のその漫画界に対する影響力ってすごいことされてたんじゃないかなとかって思うんですよね。なんかこの言葉遣いって今みんな使ってるな。そうですね、使ってますよね。ですよね、強烈なキャラはさまざまなパロディーを生み出します。パタリロがアラスカ行きだと言われ、金田一少年の前には井の川少佐と読めるキャラクターまで登場しました。
そしてあの大友克洋さんも少佐そっくりな日本人を主人公にした短編を発表します。ものすごいパロディを繰り広げたじゃないですか大友さんが。はいはい。どう思われたんですか。いや面白いなと思ってびっくりしましたね。ですよね、あのちゃんと日本人になってて私立探偵で。そう驚きました。私も本当にもうなんで上手なんだろう。だエーベルバッハっていうのは現象なんだと思いますよ。現象なんですかね。エーベルバッハ現象、なんかすごそう。さまざまな影響を生み出した青池漫画。漫画家生活50周年を迎えた時、特別展が開かれました。この時話題となったのがカラー原稿の美しさでした。そこで無理をお願いしてカラー原稿を書く様子も取材させていただきました。カラーの扉絵を書くタイミングで改めてカメラを設置。すでにグレーの耐水性のインクで主人公オドのペン入れは終わっていました。背景は真っ白。どうするんだろう。いきなり顔を塗り始めました。最初にも人間ができてからそれから背景どうしようって考えるんで。カラー原稿には主に印刷用に開発されたインクを使っています。カラーインクに切り替わったのはどのぐらいに変わったんですか。そうですね、エロイカより愛を込めての1回目からです。はい、そうなんですか。あの絵から。はい、はい、あの絵から、はい、ちょうどあの教わりまして、はい、カラーインクというものがあるということを。本当に発色いいですからね。そうですね、でだから1回目はもうカラー見本帳みたいな感じでいろんな色塗りたくってました。はいはいはい。もう発色が綺麗なんで楽しくて。ふと見ると傍らにはパレットが16枚も。一体なんでこんなにたくさんあるんだろう。なんか一旦もうあのインク置いちゃうと洗うのめんどくさいっていうかもったいなくなっちゃうんで。あそこにこびりついたあれでいいんですね。僕ああなっちゃったらもう洗う以外ないのかなと思ってました。カラーインク。そうです、もうあのまんまです。こんなに使えるんですね。使えますよ、ね。次はパレットに残る青。オドの瞳にうっすらと。微妙にファーッと色がつくね。これカラーインクの良さですよ。なんかこう魔法みたいですよね。ファーッとこう色がついてくる感じが。少しずつ塗り重ねていくとエメラルドの輝きのようになっていきます。もともとは何色なんだろう。あのパレットにある適当な青ですちょっとしかないんですね。
続いて唇。これいい色ですね。これ何色だろう。これは透明水彩の肌色ですかね、はい、そうですか、カラーインクではないね。あ、唇は、いや、この唇はただごとじゃないですね。こんなシンプルな塗り方なのに、なんかこう濡れ感があるじゃないですか。オドの服は大胆に。続いてケルン市警のシンボル、赤いマント。支給品なので高価に見えないよう少しくすんだ赤にしているそうです。太めの削用筆で水をマント全体に塗り始めました。広い画面なんで最初から色で塗ってしまうとムラムラになるんです。色が乗りやすいようにまず水を引いてからにじませながら塗るっていう感じですかね。カラーインクと紙の特徴を踏まえ一つ一つ塗り方を変えているんだ。ちなみにカラー原稿に使う紙はフランス製の水彩用画用紙。色のノリがいいと仲のいい漫画家木原敏江さんから教わったそうです。いい塗り方ですね。こういうの見てると塗りたくなっちゃいますよね。最近カラーは僕デジタルでやることが多くなっちゃってて、やっぱりすごく時間が早いんでデジタルでやると、やっぱこういうの見るとね、やっぱり手塗りだなっていう感じしますよ。やっぱこう手仕事って感じですよね、これは、ね、塗りながらこう自分でこうあら綺麗って思ったりするのはありますよ。ありますよね。それを考えるといい仕事ですよね。続いて髪の毛。全体に色をつけた後、面相筆で一本ずつ描き加えていきます。これは黄色？髪の毛に艶を出すんだ。ホワイトだと本当白髪になっちゃうんですけど、黄色だとそんなに目立たない感じで、結構使い勝手がいいんですね。およそ4時間、オドの色塗りは終わりましたが、背景は真っ白。顔が描けたらもうあとちょっと安心みたいな感じ。まあ大体こう建物が入って冬の風景っていうイメージがあるんですけど、まあ、具体的にどういうあれかっていうのはその都度考える。一体どんな背景になるんだろう。実は今の作品の主人公オドはかつて別の作品にも出ていました。修道士ファルコという作品に登場するトンスラという特徴的な髪型の修道士こそ後のオド。
つまりケルン死刑オドーは修道士ファルコから生まれたスピンオフ作品。そしてこの修道士ファルコも実在したスペイン王を描いた歴史大作アルカサルから生まれたスピンオフ作品なんです。次から次へと同じ時代の作品を描いたのには訳があるそうです。あのアルカサル の、 あの、まあ、スピンオフでファルコが出てきて、でそれが修道院の話で、はいはい、今度はあの死刑の話に、ね、はい、まあ、一般市民の話なんですよ、ね、はいはい、だからあの王侯貴族と修道院と庶民の話でも修正三部作と自分の中では思って、そうですよね、だからそれであの時代のヨーロッパ世界がすごい重層的に出来上がってるってことですもんね。確かにこれオドを見た後にもう一回ファルコに戻ってオドが出てきたら、オドを読んだ後だからオドの存在感変わりますもんね。そうですね、もっと重くなりますね。ですよね、すごい作り方ですよね。本当の意味での世界を作ろうとしてますよね。カメラはここをずっと撮ってるんじゃなくて、こっちも撮る、はい、こっちも撮るってなって、はいはい、同時進行でこのドラマはこれだけの人間たちがこう動いてるんだよっていうことで、すごい広がりが出来上がってくるってことですもんね。そうですね、うん、あ、面白いですね。楽しいですよ。妄想世界がバーッと広がるってことですかね。そうですね。翌日午後1時、青池さんが仕事場に到着。あ、背景の下書きが。ご自宅で書いてきたんだ。忙しい時はアシスタントに、あの面倒くさいこう街並みとか建物とか書いてもらうことあるんですけど、基本は自分で書くのが好きなんですけど。まずは面相筆で。薄めたグレーのカラーインクを少しずつ塗っていきます。これは木？枝が繊細に書き加えられ立派な木に。続いて白のポスターカラー。雪景色なんだ。いやこれ綺麗。冬の木が出来上がってきますよ、うん、これは楽しいや。こういうふうに描けたら楽しいですよね。楽しいですね。一番楽しい時ですね、うん、ホワイトでこうやって乗っけて立体感が出たりとかっていう瞬間楽しいですよね、あの影つけたりね。はい、そうです、うん、そうです。ちょっとワクワクしますね、うん、ホワイトと影ね、うん、そしてレンガ作りの建造物。古びた感じを出すため、ところどころ色を変えていきます。どんよりとした冬の空。粒子の粗いグレーのポスターカラーで一気に塗っていきます。
の大胆さがいいですよ。大胆ですね。ゆけって感じで、なかなかこの勇気ないですよ。最後の仕上げはホワイトで。粉雪を降らせていきます。何でもあの散らすのいいですよね。なんかこう命を与えますよね、こういう散らばらすと。その空間がビシッと決まるっていうんですかね、はい、不思議ですよね、絵っていうものは。ああ素晴らしい。下書きを含めると制作に3日間、延べ20時間以上かけてカラーの扉絵が完成しました。粉雪が舞う中、一瞬立ち止まり振り返るオド。青い瞳がまっすぐ見つめるその先に、どんな事件が待っているのでしょうか。一筆一筆を楽しんでる感じがすごい伝わりましたもんね。好きで50年過ぎてるって感じですかね、うん、まだ飽きてないって感じですかね。そりゃそうですよ、スピンオフスピンオフですから。それはちょっと飽きたかなと思ったらこっち行っちゃいますから。あ、それは秘訣かもしれないですね、飽きない秘訣、うん、このキャラで何か描きたいっていう、そういうのがもう何かやりたい、大好き、面白いっていうことが転がってるだけですよね、雪だるま式にね、エベルバッハ少佐をパロディにしたっていうのも、はい、大友さんの中でもスピンオフが起きてる。 あれは青池さんの感覚が伝播してるんだと思うんですよ。うん、大友さんに。そうそう、すごいな、こんな書き方してる人ってなかなかいないですよね。そうですか。これだけスピンオフっていうか、だからスピンオフ人生ですね、もうね。本当に好きなことだけやるって感じですね。すごくそれがとっても重要なことのような気がしますね。そうです、漫画楽しいですもんね。ところで、多くのファンが待ち望むあの2人の新作は？いや、ちょっと今の世界情勢は難しいですからね、少佐を絡ませるのは難しいかもしれないです。楽しく書けるようなネタがあれば、あの人たち好きですから、やっぱり。